こんにちは、いつも YouTube チャンネルご覧くださいありがとうございます。今崎ひろみです。今回は東京タワーをかぶってみました62歳にもなり、本当におめでたいです。今日は一日ちょっと忙しかったのでテンションが上がり目ですけれども、今日ご覧いただく、フィルムは半年間ずっとお客様の前で歌っていなかった今崎ひろみが、半年ぶりに、東京駅にありますコットンクラブで歌った時の様子です。もう今だから言える前日には知恵熱を出してしまったり、当日の朝は平気だったんですけれども、慌てて病院に行って抗原検査を受けたりと、本当に私にとっては大変なプレッシャーの中歌ったステージですけれども、もう忘れられません。あの大変の中たくさんのお客様にお集まりいただいたことも本当に、感謝でいっぱいです。いつものメンバー古川雅之、そして青柳誠、3人でお送りしているアコースティックライブですけれども、古川君とはまず、春を彫ろう、そして青柳さんとはコスモス歌っておりますので、どうぞご覧ください。ディナーショーのあの衣装も見たことない人いっぱいいるからね。あれも何とも言えないね、あのスパイラルがね。ひろみさん、久々のライブですけれどいかがですか？頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。古川くんと一緒に春を届けてください。私の気持ちに変わりはないの。許されないならあの歌
しばらくは楽しげに
Thank you.